皆さんこんにちは、はるです。動画のタイトルにある通り、ブラジルで盗難に遭っちゃいました。まず南米って治安が悪いイメージがあるじゃないですか。南米まず1カ国目にコロンビアに入国したんですね。その時にもう目ギンギンに開いて、もう1秒1秒もう絶対に物を取られないように、撮影する時も前後ろキョロキョロしながら、もう本当に細心の注意を払って撮影をしていたんですが、思ってた以上に治安が良かったんですよね。コロンビアに入って、まあ、エクアドル、ペルー、アルゼンチン、まあ、いろんな国を回って、いろんな情報を聞いたりとか、まあ、調べたりとかして、かなり南米の治安やばいぞと思ってたんですけど、実際に行ってみると、もうそうでもないじゃんって思って、ちょっと気が緩んでいたんですよね。そして南米最後のブラジルに入り、今まで行ってきた国とは空気感が違うなとか、人の目つきが違うなっていうことをひしひしと感じていて、自分なりに注意をしていたつもりではあったんですが、まあ、その隙を突かれて大事なものを盗まれてしまいました。本当にショックすぎて動画が撮れなかったんですよね。その時盗難にあったすぐちょっと撮影しようと思ったんですけど、撮影できるような心境ではなくって、ちょっと日にちを開けて今別の場所で撮影をしております。盗難にあってから今日までまた改めてブラジルの治安についていろいろ調べてみたんですね。もうそしたら、日本と比べるとブラジルの殺人件数128倍、強盗件数に関しては、なんと日本の420倍も多いらしいです。殺人件数に関しては、日本と違ってギャングの抗争だったりとか、まあそういった死亡件数も含めての人数なので、まあかなり多い数字となっているんですけども、やっぱりブラジルの治安は危ないなと思いました。私も今まで過去10年間、まあ、ちょこちょこ海外旅行を続けてきて、今まで一度も盗難に遭ったことがなかったんですね。まあ、財布にしろ携帯にしろ取られた経験がなくって、バリ島で一回高波に iPhone をさらわれたことはあるんですが、まあ、それは強盗ではないんで、まあ、置いときます。それこそバッグの管理だったりとか、持ち物は絶対に肌身離さずポケットにも絶対入れないだったりとか、自分なりに気をつけているつもりでいちゃってたんですよね。それが今回盗難にあった原因になってしまったと思います。で、何が今回盗難にあったかと言いますと、一番大事にしていた iPhone です。まだ全然支払いが終わってない iPhone 13 Pro。皆さん、日本の iPhone って世界で一番安く買えるってご存知でしたか？私たち的にも iPhone ってかなり高額なお買い物になるじゃないですか。ですけど、なんとブラジルって世界で一番 iPhone が高い国だそうです。機種にはよるんですが、日本のまあ大体2倍ぐらいの値段になるものもあるらしくって、その理由としてはブラジルまでの輸入関税がものすごく高くって、輸入費用がかかったりして、まあその倍近くの値段になるっていうのもあるんですけども、そういうこともあって、ブラジルでは特に iPhone が盗まれやすいそうです。それで私が盗難にあった場所なんですが、ブラジルのサンパウロの中心地から車で約20分離れたペコとバットマンっていう場所なんですね。そこがものすごいサンパウロの中ではおしゃれな場所って言われていて、壁にいろんなスプレーアートがあったりとか、おしゃれなカフェやお店があったり、すごくこう華やかな場所なんですよね。で、そこにサンパウロが1日観光動画っていうことで撮影をしておりまして、もちろん撮影中も細心の注意を払って、周りに人がいないことを確認して携帯を出して、撮影中ももうずっとこうやってキョロキョロ見ながら撮影して、半日かけて、まあ、いろんなエリア回って撮影が無事終わったんですね。その後にウーバーを呼んでホテルに帰ろうと思った時に撮られちゃったんですよ。私がウーバータクシーを呼ぼうと思ったベコドバットマンの入り口、もう道路も広くて見晴らしも良くって、もう周りに全く人がいない状態を確認してから、バッグを開けて携帯を出したんですよね。で、その時もまだ大丈夫だって、携帯の画面をロックを解除した瞬間に、なんと、
バイクが歩道にブーンって乗り上げてきて一瞬で取られちゃったんですよね。もうバシッって一瞬携帯が取られたって分からなかったぐらいに本当に短い時間だったんですよね。それで血の気が引いてしまって、バイクだから追いかけることもできないし、その時とりあえず叫んだんですよ。とっさに出てきた英語が My iPhone! Stop! Stop! みたいな感じだったんですよ。もう自分でも何言ったかちゃんと覚えてないんですけど、そしたら遠くにいた通行人の人たちが何人か 2,3 人ぐらいいたんですけど、ちょっとどうしたって振り向いてはくれたんですけど、ちょっとバイクの方が速すぎてブンって一瞬で消えていなくなっちゃったんですよね。で、周りに追いかけれそうなタクシーもないし、もちろんその時一人で撮影してたし、どうすることもできなくって、私はどうやって帰ったらいいんだろう、どうやって警察に行ったらいいんだろう、ほんと頭が真っ白になって何も考えれなかったんですよ。で、その時に幸運なことにもブラジル人のカップルが歩み寄ってくれて、どうしたん、携帯取られたんって話しかけてくれたんですよね。その女性の方も過去に4回 iPhone を取られたことがあるらしく、もうブラジル人は最新の iPhone も持たないらしいです。ほぼもう中古の一番安いものを買って、盗難されても大丈夫な携帯を買って使ってるそうなんですよね。その方がもう本当に優しい方で携帯を貸してくれて、で、マネージャーに連絡を取って、現在地を送って、なんとか合流することができたんですよね。その後はサンパウロの、まあ、現地の警察署に行って、一応被害届は出したんですけど、被害届を出して帰ってくる確率ってものすごく低くって、もうほぼ帰ってこないらしいです。クレジットカードに盗難保険はついてはいるんですけども、日本を出国して3ヶ月以内の盗難だったら、保証が効くんですけども、もう私、日本を出て8ヶ月、9ヶ月経ってしまっているので、もちろん保険が効くわけもなく、もし、もう 0. 何%でも、携帯が見つかった時に、まあ、連絡が来るように警察署に届け出に行きました。で、そのブラジル人のカップルの方もすごく長い間付き添って心配してくれてたんですけど、携帯取られた時って絶対に追いかけちゃいけないそうです。なぜかと言いますと、ブラジルってその iPhone がものすごく高く売れる国なんですね。なので iPhone を盗難する専用のギャングとかがもういるらしくって、 iPhone って探す機能があるじゃないですか。そういうのを使って裏道とか路地とかについていって、そこでまあ事件がまた起きちゃうだったりとか、安全ではないのでもう諦めるしかないそうです。取られるだけならまだいいらしいです。ブラジルってキャッシュレス化がすごく進んでいて、もう現金じゃなくって携帯のアプリを使って決済する方が多いらしいですね。 iPhone を取られた後にそういうアプリをハッキングして銀行から現金を落とすっていうところまでやられる事件がものすごく多いらしい。私も iPhone のロックを解除した瞬間に取られたので、もしかしたら携帯のロックを開けた瞬間を狙って iPhone 取ったんだろうなって思いました。で、私はもう警察署に行って届け出を出した後にもうすぐ iPhone の中古ショップに行ったんですね。で、そこで新しい iPhone 13 Pro を買ったんですけども、中古で11万5000円ぐらいしたんですけど、これを買いまして、すぐにアップルでログインして以前使っていた携帯をロックしたんですよね。そのおかげもあってか、まあ、変に口座に引き落としが来たり、不審なメールとか電話が来たりとか、なんか全くそういうことはなかったんですよね。単に iPhone を取られただけで済んだっていうような感じです。あと、もう本当に不幸中の幸いなんですけど、私 iCloud を契約していて、まあ、写真、動画、連絡先、まあ、アプリ、LINE とかインスタとか、すべて常にバックアップにしていたんですよね。なので、まあ、2、3日前までの情報がすべて残っていて、全部こう携帯に戻ってきたんですよ。まあ、今回撮影していたサンパウロの街歩きの動画はちょっと今回バックアップが間に合っておらず、消えてしまったんですけども、iPhone が撮られただけで済んでよかったなと思いました。そしてこれからどうやったら携帯が盗難に遭わないかを考えていたんですけども、やっぱり観光地に行ったら写真も撮りたいし、お買い物もしたいからお金を持ち歩きたいし、何も持っていかないっていうのは難しいと思うんですよね。なので、まあ、携帯だったらば、まあ、ここにストラップがついている
ものにこう、まあ、装着してこう、うんって取られないようにするっていう方法が一般的だと思うんですけども、日本人の方で海外旅行中に私と同じようにバイク盗難に遭った人がいて、その方は取られたバッグを離さなかったらしいですよね。それでバッグを諦めないで離さずに引きずられて亡くなった方がいるって話を聞いて、携帯にストラップをつけてたりとか、バッグを斜め掛けしていたにしろ絶対的に安全ってわけではないんですよ。なのでブラジルのように危ない国に行く場合はもう取られるもんだと思って行くぐらいの覚悟で行った方がいいなと思います。とは言ったものの、私は今回ブラジルのリオデジャネイロとサンパウロの主要観光地にしか行ってないんですよね。日本人が旅行で行くときに、まあ、ここトップ3行くだろうみたいな場所にしか行けていないので、ブラジルのローカルな場所だったりそういったところは見れていないので、ブラジルの国全体を悪いって言っているわけではないんですよね。今回私が行った主要観光地の街の雰囲気だったり人の目つきだったり、まあ、盗難にあったことだったりをひっくるめて個人的に治安が悪いなと思いました。ですけどブラジルには素晴らしい観光地はたくさんあると思いますし、もちろん優しい方もいますし、チョコとかコーヒーは感動レベルに美味しかったですし、やっぱりブラジルにしかない魅力っていうものはたくさんあると思うんですね。なのでいつかブラジルに行ってみたいっていう人がいたらぜひ行ってもらいたいです。でももし行くときに私の動画で、まあ、少しでも注意喚起になったりとか、まあ、気をつけるきっかけになれればいいなと思います。はい、というわけで今回はブラジルで盗難に遭ったっていう動画内容だったんですけども、盗難に関しては南米だけじゃなくって日本も含めてどの国に行っても起こりうることなんですよね。なのでもし今後海外に行かれる方は外務省に海外安全ホームページっていうものがありますので、そういったものを一度確認しておくとか、私も今まで怠ってしまっていたんですが、その国の危険なエリア、行かない方がいいエリアなどは事前に調べて、できるだけそのエリアに行かないように注意していこうと思います。南米編の動画では見ている視聴者さんをハラハラさせてしまうことも多々あったと思います。アドバイスだったりご指摘だったりくださった皆さん、本当にありがとうございました。私も海外旅行が大好きで動画を撮って YouTube を通して皆さんに見ていただいてるわけなんですけども、私もまだまだ至らない点たくさんあると思いますので、こういう時はこうした方がいいよとか、これがおすすめだよとか、またアドバイスしていただけたら嬉しいです。ではこのあたりで動画終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。携帯は盗難にあっちゃいましたが、この新しいニュー iPhone でブラジルの動画まだ撮影した分がありますので、今後のブラジル動画も楽しみにしていてください。今回の動画少しでも役に立ったよっていう方は、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ハルデイリーは YouTube 以外にもインスタ、X、トコトコブログしておりますので、ぜひそちらもフォローしてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。